こんにちは、須藤めぐみです。お久しぶりでございます。やっと27番を収録いたしました。ということで、27番の、説明からさせていただきたいと思います。まずですね、私の須藤め流の、楽譜のチェックの仕方、これなんだろうという感じなんですけど、皆さん楽譜をお持ちでしたらですね、ぜひこう筆記用具をね、ご用意いただき、一緒にこういろいろ書いていただいたりとかですね、もう私はすごい色塗りをするのが好きですので、色でいろいろ、色でいろいろどうでもいいって感じですよね。いろいろ色をつけてですね、楽譜に書き込んでおりますので、皆さんもよろしかったら、楽譜をね、自分なりのカスタマイズさせていただいて、オリジナルな楽譜、あなただけの世界にただ一つの楽譜を作っていただければと思います。ということでですね、このコンコーネの楽譜をここの画面に出したいところなんですけれども、それは著作権上ですね、問題があるということで、旋律だけなんですけど、本当は全部書けばいいんですけど、ちょっと全部書く時間がございませんでしたので、旋律だけ、書いたものを使ってですね、説明をさせていただきたいと思います。ということで、これがね、左側のページですね。これ27番の最初のところです。モデラートって書いてありますね。で、シャープが1個ですので、都庁長、ゲードゥアですね。4分の4拍子ということになります。でもここをね、見ていただいたらお分かりの通りですね、色分けがしてあります。で、この色分けっていうのは何をしているのかと言いますと、同じような旋律が出てきたところを同じ色で塗っております。だから、1段目のこのセラソミレっていうの、2段目もよく見たらセラソミレ出てくるねっていうね、こういうのに、気づいていくと譜読みが断然早くなります。で、曲というのはだいたいですね、4小節で一区切りみたいなのがあるものなんですね。で、特にコンコーネは、コンコーネとか交流文芸はまだ、簡単な曲、簡単な曲っていうか、初心者向けの曲になっておりますので、まあこれは練習曲ですけどね、分かりやすくしてあるんだと思いますけど、私はこの、これたまたま1段がちょうど4小節ありますけれども、1段にこう5小節入っちゃう時とかもあるんですよね。そうすると、どこまでが4小節だか分からないので、これ須藤めオリジナルです。4小節目のところにこうくさびをつけてですね、ここまでで一区切りだなっていう、こう点みたいのをつけております。で、これはスタッカーティッシモでも、ブレスの記号でもないです。ここが4小節目だよっていう須藤めオリジナルの印になっております。こんなのをつけてるの誰もいないと思いますで、須藤め塾でいつもお世話になっている玉崎先生はですね、最初にこういうところにね、丸4って書いて、この曲は4小節区切りの曲だよねっていうのを自分で分かるようにしてあるらしいです。でも私はちょっとこれ4だけでは、4つ数えるのがねちょっと大変なので、この印を発案しました。で、最初ね、このセラソミエソファソラ、これ違う、あ、いいんだね、ソファソラレソラセってなってるのが、これがまあ一応テーマとなっておりますね。これで今一瞬ファかと思っちゃいました。レでした、合ってました。ソファソラレソラセってなっておりますね。で、2段目に来たらセラソミレ、でもここから音が変わるんですよ。セラレ書いてありますね。で、畑中先生はこのファのシャープの音を、怒鳴って喉詰まったまま出すくらいなら、セラレファミレと下げてもいいと
いいとおっしゃってましたがですね、あまりにも、このこっちで、ね、歌うの中に、ちょっと寂しい感じの曲になるので、まあ、27番までもうやってらっしゃる方はね、フィスぐらいは出るかなっていう感じはするんですけど、どうですかね皆さんね。でもここ、すごい難しい音だとは思います。で、こういうね、あの楽譜の読み方とかの説明をされない先生はですね、そういうこと言ったら失礼なんですけど、ほとんどの声楽の先生っていうか歌を教えてくださる先生はですね、楽譜の読み方とかそういうのを音楽がどうっていうんではなくてですね、声です。もう声声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 声が一番大事、何よりも大事っていう感じでね、いいのよ、初めはそんな強弱とかいいのよ、全部フォルテでっていうね、音をあの抜けた声をバーンと出せるようになるのが大切なのって言いますけれども、強弱はいつじゃあつけられるようになるんでしょうかっていう感じで、その声をバーンと出す練習っていうのはですね、私は発声練習でやるべきであって、こんな難しい曲のですね、ここで出すべきではないと思っております。だから発声練習でここの歯をうまく、出すご指導いただきたいですよね。だって、音符読まなくちゃならないし、リズム読まなくちゃいけないしっていうところで、あのね、ここで声のことなんかね、もう考えてられないんですよ。考えてられないんです。だから、ボイトレはボイトレ、声を発声は発声として、私は高校ではもう曲になってるわけですから、曲を楽しみたいかなと思います。なんだけど、まあここ大変なとこですよ、大変なところです。で、前とここは、ちょっと違う感じになるんだなっていうのは、バリエーションされたわけですよね。で、ここはまあ、私は声楽家ですので、作曲家の先生みたいにですね、楽曲分析とかまだできないんですよ。今勤め塾で、すごい先生に今教えていただいてですね、私もですよ、今更ですが、楽曲分析とか和声法とかもう必死に勉強しているところです。もうね、大学生の時サボってそのままにしといたのも本当にね、今ツケが来たんだなと思っておりますけど、一生懸命勉強しているところです。もうちょっとね、勉強したらもっとね、この曲の楽曲分析とかもできるようになるといいと思っているんですけれども、とりあえずはですね、今はちょっとこのストメ流の初心者向けのこの色とかで、ちょっともう本当に勘弁していただきたいという感じなんですけれども、そして3段目から違う旋律が始まるのでビートさせていただきました。で、今度ドセラソファって、今度1段目がと2段目がセラソミレだったのに対してドセラソファっていう旋律が来ますね。で、なんとなく似てるような似てないような、このこういうね、加工していく流れっていうのがこの曲の特徴なんかなって、もうずっとこう下に下がっていく。で、その後、次のフレーズで今度はこうに上がっていく、上がっていく。これはちょっと一回下がって上がって下がってみたいなね。このこういう波をですね、もう見ていただくと、もうね、絶対音感のない人にとってはですね、音取りって本当に大変だと思うんですよ。私もないので、すごく大変なんですけれども、大体ね、次の音が下に行くのか上に行くのかっていうのを見ておかなかったら、この楽譜というものは地図みたいなもんですから、右に行くのか左に行くのか分かってなかったら、やっぱりね、めちゃめちゃな音楽になってしまうんですよ。で、これはですね、ドセラソファって下がって、ラソファミララファレっていうところで落ち着きますね。で、次の4段目また同じような感じでくるんですよ。ドセラ
注意なのが、3段目はファーだったんだけど、ドセラソソファーなんですよ。ファーはここに出てくるんだけど、その前にここにねソが入るんですよ。これ要注意です。これね、こういうところを間違えちゃう人非常に多いんですよ。特に耳コピしてる人、もうドセラソと来たらファだろうみたいな、これを覚えちゃっているとですね、必ずここファに起こってきます。ここはもう間違えるので、間違いやすいので、もう丸つけといた方がいいと思いますよ。ドセラソソファ、おしゃれですね。ここでファと行くのかと思いきや、もう一回ソソ来たんかいみたいな感じですよ。こういうところをですね、楽しんでいただくコンコーネさんの工夫をですね、こう発見していただくのが、こういう音楽の楽しみなんですよね。ただ高い声とか大きい声出すのが音楽じゃないと、それ音楽じゃなくないですか。それは一つの手段であって、私はこういうところを、そうできたかみたいなところで楽しむのが好きなんですよ。でソファで次もね同じなんですよ。ラソファミラ、ここがラソラソファミラ、ここまで一緒なんだけど、次はレって下がってレレの、ここから次の展開始まるよみたいな、このなんか予告みたいのがね、なんか楽しいの始まるよっていう感じのね、ここの一小節があるわけですよ。しかもですね、ここのレレのところに皆様が組みていただくと分かる通り、ここに伴奏がないんですよ。ここはねドソロになります。誰も何の音も弾いてないんですよ。誰もってピアニストと歌い手しかいないですけれども、ここね、まあ、これがね、コンコーネさんっていうのはイタリア人なので、まあ、多分この練習曲っていうのはオペラとかイタリア歌曲が歌えるようになるといいのかなと思って書いたのではないかなと思われますけれども、このねオーケストラだったとしたら、ここ何も鳴らなくなるんですよ。一人になるんですよ。今まではラソファミラネって弾いてくれていたのに、一人なんですよ。もうこういうところ堪能したくないですか。堪能してください。で、何が始まるんかな、シーンとなったところに声だけレーノーってなったら、これねちょっと見て、これに気づいていただきたいんですけれども、ここのここ難しいよねみたいな、ドセセラソラソファミレってなるんだねみたいな、で、難しいなってなんか音が細かくなって、なんか難しいなと思ってよーく見るとですね、最初のこのセラソミレのこのセラソミレがなんとこの弱拍の方8分音符の後側にですね、何気に隠れてるんですよ。小粋じゃないですか。小粋なのかな。で、すぐセーラーソミレではなく、ドセセーラーラーソファミレ、なんかここがドセセーラーラーソファミレってなるところで、もうね、コンコーネさんのおしゃれどうですかこれ。で、ここが一緒なんですよ。ソファソラレソラセ、ここは一緒にしたんですよ。ここは一緒にしたんですよ。で、右側のページ来ましたよ。ここも、いやなんか難しい、セラセラソミレってなってるんだけど、ここもですね、この装飾の中にセラソミレ、これが入ってるんですよ。で、ラのとこにセラセラ、このラセラを入れたわけですよね、これね。で、次が同じこと何回もやらないですよ。ソファソラレソはあるんだけれども、セラソ、ここにレセラソ
このシラを入れてのソが入るわけですよ。おしゃれじゃないですか。皆さん、こういうのを発見するの楽しくないですか？これを発見しておくだけでですね、セラソミレが音が取れたらですね、これちょっとの音ですよ。こういうところにある、こういうところにちょっとのある音を足すだけで、もうここ 1,2,3,4 段取れたも同じじゃないですか。そういうふうにするとすごく早く譜読みができるようになるわけですよ。ただ最初から、ピアノ見てセラソミレとかね、もうそういう無駄な音取りやめてください。最初に何が同じで何がどこが違うのかなっていうのをね、発見しておくことが楽しさであり、譜読みのね、時間短縮になりますので、ぜひやってくださいね。で、これが終わったら B に行くのかなと思いきや、 B ももうやらないんですよ。ここからね、恐ろしいゾーンが来るんです。実はここから何やってるのか全然わかんないって思われる方いっぱいいると思います。なんでこんなフラットとかさ、なんでこんなにいっぱいついちゃったのみたいなね。これがですね、何をやっているかっていうのは、畑中先生のこの後ろのね、後ろじゃない前のこの解説の解説に書いてありますよ。これね、畑中先生の今更ですから、ここで読ませていただきたいと思いますが、あ、やばい見えないかも大丈夫かな、見えるかな。最近ね、ちょっとこういう近くで見えない目になってしまいました。27番ね、7ページです。7ページ、レガートの奏法で動きが次第に出てきた。しかしかえって23番や25番に比べてこの方が優しいのである。そうかなって感じなんですけどね。2段目のフィスの音は叫ぶ形で歌うよりは下の部分を歌った方が声に癖がつかないと、今先ほどご説明させていただいた通りですね。で、この上のフィスはちゃんとチェンジした、しっかりと支えられた声を獲得してから歌うようにということで、でも声楽の先生が許さないみたいな感じでねそれをヒットしてですね、次ページへ移って属七の和音ばかりの連続を分解してみるのも良い課題であると書いてあります。なんだその属七ってみたいなね話なんですけれども、まあ、この属七の説明を私がするのかっていう話もあるんですけどこれもねちょっと汗が出る感じで、もうね作曲の先生とかに絶対怒られちゃいそうなんですけれども、属七というのはですね、ちょっとこれね一応使うかな、これどうしようかなと思ったんだけど一応説明しますね。例えばですね、波長調でしたらドレミファソラシドってなってますよ、なってます。ドレミファソラシドってなってますね。で、ドが主音で、ファは家族音、ソは族音、ファが家族音、ソが族音っていうよりは主音から始まって 1,2,3,4 番目の音が家族音、そして、5個目が族音っていう名前がついております。で、それを今度団子三兄弟にして和音を作った場合ですね、ドの主音の上にドミソって重ねたのを手話音です。手話音と言います。一度の和音ですね。で、レの上に団子三兄弟作ると二度の和音。団子三兄弟わからない年代の方いらっしゃいますか？大丈夫ですかね、まあ、お団子みたいな感じじゃないですか。で、ミの音の上にこう団子三兄弟作ると三度の和音で、ファの音の上に団子三兄弟作るとですね、四度の和音で家族和音っていう名前がつきます。で、ソの上に団子三兄弟つけて五度の和音にすると族和音っていう名前になります。そしてですね、これスペシャルなんですけど、団子4兄弟、このこういう音なんですよ。で、これは、5度の7の和音で属音の7の和音なので属七という名前になります。省略されてね。で、
よくあるこういうキリツレイ着席みたいな、このキリツレイのレイの音がこのソシリファの和音、ソシチの和音なんです。でこの音っていうのがこれだけ聞いても分かるようにすごく不安定な和音で、これが安定した手話音だから、1度属七、1度手話音ってなってます。でこの属七の連続が、こっから来ると、こっから来るんですよ。で、どんな風な和音になってるかっていうのを弾くとですね、ピアノのね部分を和音にして弾くと、このミーラーってなるとこのミーの音から弾くと、これがミーのところです。次がラーのところね。で次がレーソーのところで、次ここのドに行きます。弾きながらこれさせないんですいませんドですけど、ここが非常に非常にコンコーネさんがね工夫したところであるんですよ。なぜならこんなにシャープとかフラットとかナチュラルとかたくさんついてるじゃないですか。で何やってるんかっていうと、このミのところがですね、胃腸腸の属詞の音なんですね。で次が長調、徒長調、波長調、へ長調、辺路長調、辺歩長調、で辺い長調と、ここまでずっと属七のたくさんの調の属七が連続で来るわけなんですよ。で、ここが、ここがですね、まあちょっとね、あんまり見せたくないんですけど、ちょっと見せたいと思いますが、ここまでね、またき頭もささってこっちに来ましたよ。ここが最初のねーって歌ってるところがね、アードは胃腸腸、二腸腸、徒長腸の属七、波長腸の属七、へ長腸の属七、辺路長腸の属七、辺歩長腸の属七、辺胃腸腸の属七ってなってます。でこれどうなってるかっていうと、胃腸腸の、家族腸が二腸腸なんですよ。で家族腸、家族腸、家族腸って綺麗に降りてくるんですよ。これね、これ何言ってるのか全然わかんないっていう人ね、27番の時点でですよ、これ全然何言ってるんだかわかんないし、これアードワーとかデードワーとかゲードワーって何みたいなね、わかんないっていう方はですね、もう勤め塾入ってくださいっていうか、いいですよ、分かんなくても歌いますから、分かんなくても歌えるんだけど、こういうの分かるようになりたいっていう方はね、もうねここで説明するのはもう私には無理です。勤め塾へお願いいたします、入ってくださいっていう感じでね。で、ここに戻りますよ。もうそんなことはいいから早く音取りたいんですけどっていう方のためにね、はい。ではこのね後半の難しいところを取っていきますよ。でここで気づいていただきたいのが、このねーっていうのをこれね歌ってる時に実はベースのみなんですよ。へーわーって歌ってる時ちゃんとねこの左手の平音記号のところもラになってるんですよ。ねーそーどーさーせー、何気にピアノの左手が同じ音弾いてくれてます。ってなってます。でこのミから
ラーには完全5度下がるんですよ。完全5度って何とかっていう人も同じです。止め塾入ってくださいで完全4度上がって完全5度下がって完全4度上がって完全5度下がってっていう風になってます。でこれすごく面白いのは先ほどのですね、これのこの積み上げた和音のこの高音と言われるこの波長調だったらこの下の音ですね、これ高音と言いますけれども、この音が全部、出てくるんですよ。メラレソドファセミ、こういう風に出てくるっていうところに気づくの楽しくないですか？誰も楽しくないですか？もう声楽の先生絶対こんなこと教えないですよ。教え絶対とか言って言わないけどたまにはいるかもしれませんが、でこれゆっくりじゃ取ってきますよ。ここからもうここ取れない人ね、もうね、あの私のこの動画見てる人の 80% はこれね、もういいから音取りたいんですけどっていう人でいっぱいいらっしゃると思うのでじゃゆっくり取ってきますよ。からねいきますね、どうぞ。ここまで来ましたよ。はい、もう一回やってきますか。これ取れないんだよね。じゃあ今度伴奏弾きますので一緒に歌いましょう。じゃあミーからね、どうぞ。上のねこれとここ同じ音が出てくるんですよ。で最初の方にあったのと一緒ですぐレに行かないでタラっていうのを入れてるんですよ。タラっていうのこれタラってこれがねコンコーネさんのあのバリエーションしておしゃれじゃないっていうおしゃれ全然おしゃれじゃない取りづらいだけだよみたいなね、そういう人いるかもしれないですけど、じゃあどんな音かっていうとこの後半ね、後半からやっていきたいと思いますよ。ミラセドレレソラセドドファソラセセミソセレレドミファソ、こんな感じになります。ここまで来ましたよ。皆さん大丈夫ですか？じゃあもう一回ねここからいきます。私が歌うとね、あの私の音痴なのが映っちゃうと困るので、ピアノ弾きますので音取りしてみましょう。じゃあミーからね、どうぞ。
左手のベース音をお休みにしてくれてるんですね。左手、あの皆さんの楽譜書いてあるの分かりますか？ここ、ミラ、ここでセドを入れるために休みにしてるんですね。ミラセドレレソソラセドドファソラセシミ、こうなってますね。でここで、あの本当にね、声楽科の先生あるあるなんですけど、これね、ピアノのペダルを踏みっぱなしに、多分 80% の先生がしてると思う。そしたらね、あのね、めちゃくちゃ取りづらくなっちゃうんですよ、これ。このラのベース音が、ってなってるだけで、これ取りづらいんですよ。ここまでの配慮をしてくれる声楽科の先生、ほとんどいらっしゃらないと思います。そんなね、悪口言っちゃいけないんですけど、それどころかですよ、このシャープ1個、フラット1個、ナチュラル1つを間違えられただけでですね、本当は歌えないですよ、もう歌えない。そういう、の声楽の先生に習ってる方が多分、すごくすごくもう多いのが見えます。ここから見えます、皆さんのレッスン、ピアノのね、もうね、声楽の先生なんか知らないけどピアノの音パワフルなんですよ。なので、まあ、皆さんね、ここで頑張って、もう自分の世界に入って、この属詞の音、属詞の高音の音を頑張ってね、撮ってみてください。それしか言えないです。ということで最後ね、このね、すごい難しいところが終わって、このピアニッシモのところから、ソラレレシシラソレ、ソラレレシシラシラソ、なんと美しい曲なんでしょう。涙出るみたいなね、もう本当に素晴らしい曲ですよ。コンコーネさんね、本当にね、この教則本のレベルでここまで美しい曲、私もストミジクをやって、生徒さんと一緒に、私ももちろん勉強しておりますけれども、それをやる前はですね、こんな感動なかったんですよ。こんな風に楽譜を見ることができませんでした。なので皆さんもね、本当にお金がかかることではございますが、この感動を共有したい、本当に共有したいと思います。音楽ってそういうものじゃないですか。大きい声と高い声が出るのが声楽じゃないですよ、と私は思います。はい、でじゃあ最後ね、もう一回次からやってみたいと思いますが、注意しなくちゃいけないのは、このね、ソのシャープの音です。ここね、もうめちゃくちゃ魅力的な音で歌いたいですね、ここね。じゃあこの、ピアニッシモになったとこね、ラレレシからやりますよ。はい、ラレレシますよ。ポーコーポーコーラレンタントと書いてあります。なのでここてん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 、これ柄じゃないんですよ。ここまでどん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 少しずつ遅くしていってくださいねって書いてありますので、どんどん遅く していった方がコンコーネさんの作った通りに歌えると思いますよ。で特にこの音は私は大切に歌いたいなと思います。こんな
もう一つあった。これトラッテルート。これ何とか、これこういうのも柄じゃないんですよ。ちゃんと、コンコーネは素晴らしいことに前に解説がございますので、なんだか見てくださいね。これとどめるとか、抑制するって書いてありますけど、何とどめると抑制するって意味が全然わからないという感じなんですけど、まあ、イタリア語のトラッテヌートの原型がですね、トラッテネーレっていう言葉ですけれども、引きとどめるとかっていう意味なんですね。で、引きとどめるの他にですね、こう丸一丸二とかよく辞書に意味があるじゃないですか。一番最後の方にお客様をおもてなしするって書いてあったんですよ。これ良くないですか。ここのところだから伴奏も音がね、お休みになってるんですよ。おもてなしする感じと思うと、なんかここで上手に歌えるんじゃないですかね。皆さんのね、素敵なセンスでですね、ここ歌っていただきたいと思いますが、でもね、私はね、その声楽のレッスン室見えるんですよ。あーとかやってる先生がじゃーとか弾いて、あーみたいな、先生が次の音弾き始めちゃったみたいな、なんかそれも見えます。見えます、本当に見えます。なんかそれってすごく私にとっては悲しいことです。はい、こんな感じでね、皆さん、これ私はね、楽譜にこういうの、まあここまで色塗っちゃうとどうなんていう感じではありますけど、これ塗ったらすごい分かりやすいですよ。でこういうね、間違えちゃいそうな音とか、こういう大切にした音とか、こういう風に下がって、こういう風に上がる、こういう風に下がって、こういう風に上がるとか、なんかそういうのちょっと書くだけで、譜読み早くなるし、間違いも少なくなるのではないかなと思います。参考になるか分かりませんが、この後私が歌った動画、参考までに貼り付けておきますが、やっぱりね、全部自分の思った通りに弾きながらは歌うのすごく難しくてですね、言い訳ですかみたいな感じなんですけど、まあんまり上手じゃないです。もう自分で聞いても上手じゃないし、もうちょっとこここういう風にしたいなって思うんですけども、多分ね、3ヶ月ぐらい毎日撮り続けたら上手にできるようになると思いますけれども、そこまでする時間がありませんでしたので、本当にね、参考までに、ああこういう曲なのねぐらいな感じで1回か2回聴いていただいたら、あとは皆さんの自力でですね、なんとか、音を取って曲を仕上げていただければと思います。くれぐれもですけど、私のこの動画で耳コピやめてくださいね。もう耳コピだけはやめてください、本当に。なんかあなた YouTube で変な動画見てんじゃないのとか絶対先生に怒られそうなので、それだけはやめてください。ということで皆さん、またね、次28がいつになるか分かりませんが、お楽しみにしていただければと思います。それでは頑張って練習してください。それではまた。